ミクリ族はガマカノ族の一つ。種として北半球の温帯、寒帯に二十種ほどが分布する。かつては独立のミクリ科とされていた。多年生の中水性水草で地下に根茎があって横に這う。葉は二列性で細長く柔らかでやや立ち上がるか水面に漂う。葉の基部は幼少となる。花は単成、死有別に球状の頭状過剰を作り。 茎の上に、お花女、下に、メバナ女が数個ずつつく。花女はやや枝分かれすることもある。お花、メバナともに、臨片のような可比片があるが、器部にあるのみで目立たない。お花には3から6個のおすしべがあり、可比片から突出する。風媒花で、花粉は風によって散布される。メバナではメしべには、複数の心側があるが、そこから1個だけが種子となる。 果実は喧嘩であるが、表面はやや柔らかい。分子時計によると、ミクリ族とガマ族が分岐したのは、白亜気候期だと推定されている。スルマン・エトールは、化石記録を用いた年代補正にガマ化の基部を指定しているため、ガマ族とミクリ族の分岐年代は推定していない。また、彼らの推定したミクリ族内の分岐年代には、誤りがあることが、 ハルドドラモンドによって指摘されている。クックニコルズは、スパルゴニアム・エマーソムに、アシュ・サブスプ・コールと、サブスプ・エマーソムを認めたが、この種は多系統群であることが、伊トエトールによって指摘されている。スルマン・エトールは、分子データに基づき2例の雑種形成を報告しているが、後者の結論は誤りであることが、伊トエトールによって指摘されている。 ありがとうございます。